愛ちゃん、私たちこれから部活行くところだから一緒に行こうよ。そのことでせっつーから伝言なの。せつなちゃんから？なんか生徒会の仕事が溜まってるらしくて、今日は部活休んでそっちの仕事するって。え、そうなの？生徒会ってそんなに大変なんだ。大丈夫かな？私たちにも手伝えることないかな？そう？じゃあお願いしようかな。ほら、せっつライブが近いって言ってたから練習したいだろうし、愛さんも手伝えることあったら手伝うからさ。あれ、どうしたんですか？今日は部活お休みしますってさっき愛さんに伝言をお願いしたんですけど。他の皆さんには別の場所の仕事をお願いしているんです。え、ここは私一人で大丈夫ですよ。あなたも部活に戻ってみんなのことを見てあげてください。書類はもう分け終えたから、あとはホチキスで留めてそれぞれファイルに入れて職員室に。ありがとうございます。なんかすみません、個人的なことまで手伝ってもらっちゃって。スクールアイドルを一番大事に思っているからです。あなたから見ると不思議に見えるかもしれませんが、私にとっては生徒会の仕事をすることで自分のスクールアイドル活動を守っているんです。うちは両親が厳しいので学業に専念する以外は許されていることが少ないんです。生徒会活動をしていれば学校の帰りが遅くなっても休日に家を空けても不思議に思われませんから。そうですね、ただ両親も私の将来を考えて言ってくれていると思うので。苦肉の策ですけどね。そうですか、私できていますかね。ほら、私って時々暴走しちゃうから本当にちゃんと皆さんのためになることができているのかなって心配になることがあるんです。先生からより生徒の皆さんに頼ってもらえるようになるといいんですけどね。もっとしっかり仕事をこなすようにしますね。